皆様こんばんは。福岡の質屋、春町質店の吉住かなです。ですね、今日は、ちょっと、髪切りに行ってきました。はい。なんせ、霜が降る、雪が降る、家系なもんですから、もう、白髪がびっしり出てくるんですよ。なので、今日は、ヘアアーティストの鳥居ちゃんのところに、久しぶりに飛び込みまして、で、午前中お茶のお稽古で、午後から、4時までに仕上げてくれということで、できまして。はい。で、ちょっと今日は、こんな頭してます。はい。はい。こんな感じですね。で、やっぱり、私、注文しないんですよ。好きにして。いいじゃないですか。こんな感じで。で、綺麗に、整えてくれたので、あたプロやね、あなたうまいじゃねって、すいません、プロなんですけど。ちょっとユーストリーム持ってときゃよかったなと思いまして。ちょっとかな、楽しい会話が取れたのに、してたのに、ちょっと持っていきませんでした。ちょっと急いでたもんですから、準備ができてませんで。ヘアアーティストの兄弟、お姉さんと、弟くん。で、弟くんの方は、なんせ、やはり美容師さんですから、こう、おしゃれなアイテムの、話をかなり私に聞かせてくれるので、彼の話はすごくヒントに、なってたりするんです。はい。ということで、今日は、これヘアアーティスト、鳥居ちゃんの作品です。はい。上手ですね。はい。ということで、なかなか、ちゃんとできてるような、ね。で、ちゃんとこう、前髪も作ってくれまして。はい。というので、何も頼んでないけど、この髪にしてくれました。はい。ということで、今日は、はい。鳥居ちゃんの作品を、ちょっと一応、記念に撮っておきたくて、夜も、ユーストしてみました。はい。ということで、明日は、春町の、忘年会と、それから、冬セールの、打ち上げを兼ねて、ちょっと、お家でお鍋をしようと思っています。で、私が作るんじゃなくて、鍋奉行が、作ってくれますので、それを、9時頃から夜、ユーストしたいと思いますので、ぜひ、ご覧になってください。明日の、春町のどこでもユーストリーム、ぜひ夜はご覧ください。今日も一日ありがとうございました。失礼いたします。